長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。インターハイがいよいよ開幕しますね。今年は長崎県を含む北部九州4県を中心に開催されるので、長崎県としても盛り上がっていますよね。県内では卓球、ソフトテニス、ソフトボール、ローイング、弓道、ホッケー、ウェイトリフティング、空手道、アーチェリーの9つの競技が実施されます。インターハイに出場する選手に意気込みを聞いてみよう。パオさん。ニンパオ、パオです。グラウンドで練習に励んでいるのは大村工業高校ソフトボール部。6月に行われた長崎県高校総体で優勝し、インターハイへの出場権を手にしました。次に目指すは日本一。コロナ禍での大会中止もありましたが、長崎県勢としては5大会連続での優勝がかかった大会です。岡さん、これまで特に頑張ってきたことを教えてください。はい、これまで心技体で技術面だけではなく、体力的に限界まで追い込むところや、メンタル的なところで試合本番で自分たちの力が発揮できるように頑張るということを取り組んできました。特に試合を想定したノックで自分たちでプレッシャーをかけながらノーミスで守り抜いていくというところを頑張ってきました。インターハイは地元インターハイということで、たくさんの方々に支えてもらっている分、結果で優勝という形で恩返しをしていきたいと思います。インターハイ優勝目指して頑張るぞ。サンジェイ。よし。続いてはホッケーに注目。開催地の一つ川棚町は55年前の長崎国体をきっかけに、町を挙げてホッケー競技の振興に取り組んでいます。ホッケーを活用した街づくりに、取り組んでいます。例えば小さいお子様から高齢の方までホッケーを身近に感じてもらおうということで、優しい簡単なホッケー、出前ホッケー講座などを行っています。そしてもう一つ、使わなくなったホッケースティックがあるんですけれども、川棚といえばクジャク、クジャクをモチーフにしたホッケースティックを使ったモニュメント作りに力を入れています。インターハイが終わった後も川棚町のホッケー競技を全体で盛り上げていきたいと思っています。長崎県の代表としてインターハイに出場するのは川棚高校ホッケー部です。競技の見どころは何ですか？はい、ホッケーの見どころはスピード感が速いところと、味方11人で全員でパスをつなぐところがとても楽しいです。これまで特に頑張ってきたことは周りを見て判断することです。ホッケーはパス回しが重要なので、周りを見てボールを出したりすることを頑張りました。大会への意気込みを教えてください。はい、男子ホッケー部は今まで支えてくださった方々への恩返しも含め、過去最高成績である全国ベスト4を目指し頑張っています。女子ホッケー部はみんなで気持ちを一つにして、まずは一勝ずつできるように頑張っていきたいです。インターハイに向けて頑張るぞ。全世帯広報誌伝える県長崎7月号にも各競技の会場、日程や見どころを掲載しています。合わせてウェブサイトもご確認ください。長崎県代表の選手をみんなで応援するしかない。しかの国に